福良町は、かつて、千葉県安房郡に存在していた町、立山都市圏に属していた。平成の大合併に伴い2006年3月20日に、同じ安房郡内の富浦町、富山町、三吉村、丸山町、和田町、白浜町と新設合併し、南房総市となったため消滅した。市内最大の人口を有しながら市役所はないが、行政施設が多く、 経済的中心を担う、房総半島の南部に位置する。かつては、寒サバや春サバなどのサバ漁や、サンマを中心とする漁業が盛んであった。しかし、1989年に、サバ漁が1986年以降で最低に落ち込み、その翌年の1990年には、皿のその6分の1となるなど、資源枯渇と水温低下による不漁が深刻化した。 サンマ漁は船を併用する形で行われていたことから、サバ漁の極度の不振を受けて並行して、船の数が減り、壊滅的な減少に見舞われることになった。町内にある千葉県水産試験場は、1990年に地倉沖にコンクリートブロックを沈めて、魚章を作り、アワビの違いを大量集中放流することで、海中牧場化する養殖に着手し、 1992年に収穫して育てる漁業への転換を図り、2001年には、某州チクラ漁業共同組合がアワビ養殖に正式に着手することになった。こうした漁業などの盛んな黒潮文化の一つである白松の大祭は、郵送で華麗な大網渡しなど踊りを中心としたもので、白松の日枝神社に約1000年伝えられており、1992年に、 国の重要無形民族文化財に指定された。また、高塚不動村も、海上安全や、大量の守護神とされる海の生活と結びついて、信仰されている。さらに、高家神社も、イワシ鹿六眼命を祭人としており、国内唯一の日本料理の神様として知られるとともに、魚の神様とも言われて、海とのつながりを持ち、古式に則っ,った。 包丁式が奉納される。市内最大の人口を有志合併前は、千倉警察署も存在し今も消防署、図書館や自動車教習所など都市の行政施設を備え市街地も市内最大である。全日本大学選手権やプロの大会も行われるサーフィンの盛んな地区である。海水浴場も多い。朝日奈地区は和田町、丸山町、千倉町、白浜町の 京四町一体の通称名である。が合併し、現在、千倉小学校となっている。いる。かつて、旭町に、伝統会社があった。1911年12月事業許可を受け、1912年4月、西賀と沖地が、旭電機を設立。旭町発電所を建設。1913年10月事業開始した。送電区域は、千歳村、健田村、 旭町、七浦村、白浜村、ありがとうございます。